トワダは、海上自衛隊の補給艦。トワダ型補給艦の一番艦。艦名は、トワダ湖に由来する。暮れ基地に入港する補給艦と、和田日米共同訓練を実施中のトワダと、米海軍貨物弾薬補給艦、チャールズドリュー。トワダは、中期業務見積もりに基づく昭和59年度計画8100トン型補給艦4012号艦として、 日立造船舞鶴工場で1985年4月17日に寄港され、1986年3月26日に浸水、1987年3月24日に収益し、自衛艦隊に直轄艦として編入され、呉に配備された。1990年4月6日、護衛艦、春菜、沢風、峰雪、朝雪、島雪、は、 真由雪、磯雪、島風、潜水艦、持ち潮ともに、ハワイ、サンディエゴ方面に派遣され、4月26日から6月2日まで、艦隊併用合同演習に参加した。1992年2月24日から2月29日、鹿児島南方海域で実施された第76次、対戦特別訓練アスオ X に、護衛艦、クラマ、立風、沢風、 松行潜水艦、航空機若干と共に参加した。同年、自衛隊カンボジア派遣のために、カンボジア派遣会場輸送補給部隊を、編成、9月に出港し、途中で、輸送艦、三浦、小かと合流し、10月2日に、カンボジアのシハヌークビル港に入港した。12月25日に、クレに寄港。1994年6月24日、 護衛艦隊に直轄艦として編入された。1999年11月7日、横須賀周辺を呼び、相模湾にて、在外邦人等輸送訓練を行う。この訓練では他に、白根、村雨、天霧、浦賀の艦艇、陸上自衛隊からは、第一空艇団で編成された、誘導隊が参加した。テロ対策特別措置法及び新テロ特措法に、 基づくインド洋給油活動に、これまで7回参加している。派遣実績及び同時派遣された官邸は次の通り。2001年11月25日から2002年4月25日、護衛官。沢切2002年7月24日から2003年1月3日、護衛官。夕立2003年7月15日から11月19日、護衛官。 春名、朝霧2004年3月14日から9月19日、護衛館、金合、護衛館、有明。2005年3月31日から9月8日、護衛館、島風、護衛館、夕立2006年11月12日から2007年4月26日、護衛館。 牧並2008年11月10日から2009年4月27日、護衛艦、有明2006年4月3日、護衛艦大霊下に第1海上補給隊が、新編され編入された。2007年7月、永久保存されるはずの紅白日誌2003年7月から11月分を誤って破棄してしまい、同年10月16日に防衛省は、 艦長や船無長などの処分を発表した。2013年11月17日、台風30号によって、甚大な被害を受けたフィリピンを救援するために、呉基地を出港。本艦は、輸送艦、大隅と護衛艦、伊勢の給油などを担当し、途中で後発の、大隅、伊勢と合流した後、11月22日、レイテ湾に到着。 救援物資輸送や医療、貿易活動を実施し、12月20日に帰国した。2018年7月に発生した、平成30年7月豪雨を受けて、7月8日から17日まで、呉基地係船堀地区で被災者への入浴、給水支援を実施した。入浴支援の対象は主に、呉市在住の男性。2018年7月31日深夜、東。 シナ海の公海上で北朝鮮船籍のタンカー、ナム38号と船籍不明の船舶が国連安保理決議で禁止されている、瀬取りと見られる作業を行っていたことを確認した。当該船籍不明の船舶については横付け事件、分離後も中国国旗と見られる旗を形容していたことを確認した。なお、ナム3号は2018年3月に 国連アンポリ北朝鮮制裁委員会から資産凍結、入港禁止の対象に指定された船舶である。2021年2月13日、沖縄周辺海域において、米海軍貨物弾薬補給艦、チャールズ・ドリューと日米共同訓練を実施した。現在は、護衛艦隊第1海上補給隊に所属し、提型校は5である。ありがとうございます。